僕だから外録を見て、はい、もちろん存在は知ってたんですけど、はい、売れること前提に組み立てたら潰れるし、はい、なんかまあ八方塞がりですよね。あの基準守ってやってる編集者って今の時代ほとんどいないと思いますよ。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。はい、ノースブリッジの北里洋平です。今日はですね、はい、なんとなんと幻冬舎の箕輪さんに来ていただきまして、来ていただきましてっていうかあれですよね、ばったりさっきそこでみたいな感じなんですけど、打ち合わせたまたまこのお店でやってて、はい、もうびっくりしました。入ってきて箕輪さんがいて、あ、箕輪さんだと思ったらみたいな感じになって、前回健丈さんの健丈モバイルのオフ会でご挨拶だけさせていただいて、お話しするのが初めてですよね、はい、僕だから外録を見て、もちろん存在は知ってたんですけど、はい、初めてストーリーを見て、あ、幻冬舎とそういう絡み方してたんだとかっていうのがすごいびっくりしました、はい、ああなるほど、うんうん、そうなんですよ。もうそれこそその出版に関わる一番初めが、もともとで言うと健丈さんになんとかアポは取れないかみたいな本を出したいと思った時に、でも出版業界全然知り合いなかったの で、うん、でそしたら健丈さんと同じスポーツジムに通われてる人がいて、名刺交換はしたことがあるって言ったんで、ちょっとアポ取ってもらえるまで連絡してみてくださいって言ったら、最終的に米原さんと、あと小玉さんのご自分いただけて、でまあとは言っても24、5歳のサラリーマンだったんで、しっかり断る時間みたいな感じでいただいたので、うん、まあそうそう、でも運よくご協力いただけて、すごいよな、させてもらえることができて、その時点で相当な交渉力があるっていうのは間違いないです。なんかその時言われたのは無理だろう。そうですよね、うん、なんか幻冬舎グループで持ち込み企画を商業出版したことはない、って言われて、もうなんかハッタリで、もう自分は渋谷に友達いっぱいいるんで、渋谷だけで3000部は売れますみたいなあったりをこいで、でも結局 5,6 人でもうとりあえず買い込もうみたいな感じで買ったりとか、路上で売ったりとか、そんなスタートだったんですけど、でまあ今回この死の子の言わずやっちまえという本がですね、あさってぐらいに発売になるんですけど、これが高橋歩さんっていう、あのサンクチャリ出版とか A ワークスを作った方と一緒に出すんですけど、幻冬舎のグループで本出させてもらった後に、出版って面白いなって思って、それを一生続けていきたいなと思って立ち上げて、あゆむさんも初めて出版に関わったのが本を出したいって、いわゆる本屋さんで野口英世、キュウリ、藤井、高橋、あゆむって自伝が並んでたら面白いなみたいな、どっちもそういうノリで、じゃあ出版社ごと作っちゃえば出し放題じゃないみたいなところから始まったんですけど、ただ出版って面白いけどやるのめっちゃ大変だなっていう、やるのめっちゃ大変儲からない、はい、しかもその大変さは変わらないのに儲からないっていうのが時代とともに大きくなってるから、はいはい、まあ合理的に考えたらやんないですよね今の時代。まあまあそうですよね、僕は起業するのが初めてだったんで、どうせ全部未経験だから、どれやっても別に何も自分にはつてもなければ知識もないから、何やっても一緒だから、じゃあ一番やりたいことやろうっていうんで出版社をやってたんですけど、ただ出版って支払いサイクルとか、その次の本が出ないと生産されないとか、恐ろしいような、ね、資金繰りのサイクルで、これお金持ちじゃないとできない商売だな。お金持ちじゃないとできないですよね。そうなんですよ、ね、で基本売れないから、はい、売れること前提に組み立てたら潰れるし、はい、なんかまあ八方塞がりですよね。だからみんなちょっと編集プロダクションみたいになるか、政治的に異常に偏った発信をして偏ったファンをつかむかぐらいしか生き残ってないですよね。そうですよね、僕もだから出版業界未だに知り合いも友達もいなくて、高橋歩さんは一応出版業界の人っちゃ人なんですけど、そういう感じの人でもないので、自由人みたいな感じの人なので、教えてもらえる人が誰もいなくて、本も作り方も分かんないしみたいなところだったんですけど、でやってみたらやっぱ大変っていう、大変ですよ。そうですね、だから唯一のこの本でも書いたんですけど、根拠というか、出版業界ででも自分はやっていけるっていう根拠が、いろんなことをやりたいことをやってきたから、人にお願いをする、人を口説く行為に関してはまあ負けないだろうと。でもちろんその大手の出版社はその看板があるじゃないですか、でもまあそのぐらいの違いだったら覆せんじゃないかな、だから自分は出版業界で著者を口説くっていうのを武器にやっていけんじゃないかっていうのが唯一の根拠でスタートしたんですけど、でもやってみたらやっぱり大変みたいな
今はねこう YouTube とかで井上さんとかそういう出版業界の第一線でやってる人たちの話が聞けるから、うんうん、答え合わせを井上さんの YouTube とかで喋ってることとかでさせてもらってたんですよ、うん、あ今こういうのが流行ってんだとか、ああ売るときとかやっぱこういう動きが必要なんだなとか、うんうんうん、それこそ立ち上げの時はそういうのがなかったんで、うん、健常さんの編集者という山田が、うん、あれがもう完全に教科書で、まあ偏った教科書ですけどね。あでもなんか正解が全部そこに書いてある気がして、へ例えば著者を口説くっていう時も、うん、じゃあ手紙を、うん、あの本を読んで感想を書いてそれも、うんね、ものすごい量のでも返事来なくてっていうのを、うん、で何通目で返事が終わり、うん、返事が来てっていう、いい本ですよね。そうあここまでやるってことなんだと、うん、で出版業界のトップの人がこれを、うん、こんな圧倒的なことをやってんだから、うんうん、ペーペーはもっとやんなきゃいけないんだろうなっていう、うん、じゃあそこがラインだなとか、うん、なんかそういうのがその著者との付き合い方っていうのも、うん、全部そこを基準を引いてもらえるともうまあ相当高い基準。僕も編集者という山読んで編集者になりたいと思ったぐらいなんで、僕もバイブルなんですけど、はい、あの基準守ってやってる編集者って今の時代ほとんどいないと思いますよ。あそうですね、うん、なんか僕健常さん の, その手紙のエピソードで、うんまあ、手紙はもともと本も読まない人間で、うん、書いたりもしない人間だったので、うん、勝てないなと思ったんですよ、うんうんうん、その同じ枚数倍を書いても伝わる 中, 身が、ね、そう中身がついてこないから、うん、そこじゃ勝てないけど、うん、でもそれ以上の圧倒的なものってなんだろうってなった時に、うん、うちはもう手紙を書かずに、うん、他の出版社は分かんないですけど、うん、例えばじゃあガクトさんを口説きますって言ったら、うん、企画書を事務所に送るとか、うんうん、そういうことなのかなと、うん、でもそれじゃ弾かれるからっていうんで、うん、もう本一冊丸々作ってたんですよ、はい、仮本みたいな感じで、うん、ガクさんに本を作らせてくださいっていう時に企画書がある、うん、これを渡したんですよ。すごいな、うん、もう一冊できてる感じ一見なってるじゃないですか、うんうん、もう全然なってますよ。そうするとえこれどうやって作ったのとかなりますよ、ね、こんなの書いたつもりないけどみたいな。これは素晴らしい、すごい。それがうちの手口なんですけど、手口って手口っていう言葉って大体こう高速にやるで、こんな頑張って真似しようと思わないですよ。でもこれって、うん、作ってしまえば、うん、渡せてその人に OK もらえる確率がグッと上がるわけじゃないですか。めちゃめちゃ上がると思います。でそしたら、うん、それでペイじゃないですか。まあ確かに、確かにな。今までこう、うん、仮本を作って渡した人たちがいっぱいいるんですけど、うん、それで断られたことが今のところないんですよ、うん、っていうことは完全ペイなんですよ。でも真似しようって思わないぐらい大変ですね。まあ大変は大変ですけど、うん、大変なのはどの道に、ね、大変じゃないですか、うん、やんなくても大変になるだけなんで、うん、っていう。これもやっぱ手紙の話があったからこそとか、うんうん、あと著者とのじゃあ尾崎豊さんとの付き合い方とか、うんうん、あここまでの付き合い方をするんだっ て、うんまあ、それこそうちも数年前にマレーシア引っ越したんですけど、ガク、うん、さんの近所にいい物件があって、こんないいプールのある家があるけど傭兵見てみないって言われて見せてもらって、うん、行った日にあじゃあ僕引っ越してきますねっつって、うん、ご近所さんになったんですよ、うん、もう本当歩いて1分2分のところに、うん、でそうするとマレーシアだと暇だから、うん、こういっぱい本作れるじゃないですか、学さんの、まあ、うち家族は子供3人いるんで、うん、子供たちにも日本に戻ってきて、うん、家族会議をパッと開いて、うん1週間後我々はマレーシアに移住しますみたいな発表をして、うん、だから家族はちょっと巻き込まれた側なんですけど、うん、そのまま、でも結局子供って、ね、適応力が大人よりあるじゃないですか、まあ確かに、うん、で行ってなんだかんだで学さんの本も4、5冊出させてもらったりとか、うん、教科書があってのだなとか、うん、うちらがこう YouTube を始めたのも箕輪、うん、さんが SNS とか、うん、そういう売るっていう作業を、うんまあ、みんな無視しているっていうところで、うん、発信力をどう持つかっていうのを当時見て、うん、あまあそうだな俺 SNS 何もやってないしなって、まあ、SNS は未だに大してやってないんですけど、うん、せめて YouTube を作ってあれしようっていうんで、うん、うちの出版社でインタビューしたりするやつを、うん、もうその初めから動画で垂れ流しにしちゃおうみたいな感じでやったりとか、うんうん、もう本当お二人にはね教わることばっかで、いやもう本当僕にとって大先輩ですから、出版界で。いえいえ。大ヒットベストセラー作品を数々生み出す出版社を作った二人の男がタッグを組んだ。異例ともいえる二つの出版社によるコラボで作り上げたのは夢を叶える最強の攻略法。最新刊高橋歩北里洋平死の子の言わずやっちまえ。ああそうですね、いつかは自分のお店持ちたいですね。俺こう見えてめっちゃ本読むんですけど、いつか自分の本出してみたいですね。今はちょっとお金がないのでできないんですけど、お金が貯まったらやりたいですね。いや
まだ有名じゃないんで、有名になったらですかね。死の子の言わず、やっちまえ。自由であり続けるために俺らは夢で飯を食う。もうノリノリでぶっちぎる感だよね。どうにもならなくなったらどうにかなるしかないから。原稿何も書く前から出版社作られるわけだから。そういう憧れの人たちに全部出した上で、そこにドーンと自分の次元がある。いや俺は生きてりゃ無敵なんですよ。どうにでもなるじゃん人生なんて。世の中のためになるとか成功につながるとかっていうことと1ミクロも関係ないところで必死になってる。父ちゃんとママが楽しそうに生きてないと自分も大人になったら楽しくなくなるんだなって思っちゃうじゃない。ノースビレッジが一番小さい年でロマンチックだよねって言ったら、うん、他に負けてもいいやっていうので、うん、マチュピチュでしょうか。自由も幸せもなるものじゃなくて感じるものだからな、うん、っていうことだよね。やりたいことを仕事にするために自由奔放荒唐無稽な2人の叶え方、出版社創業編、飲食店開業編、結婚子育て編、南米マチュピチュ出店編。2人が示したのは情熱と行動力だけで何度も夢を叶える再現性。金なし、コネなし、経験なしという同じ条件で2人が別々に同じ夢を叶えたからこそ証明できた奇跡のメソッド。もしかしたらこれが夢を叶える最強の攻略法なのかもしれない。高橋歩、北里洋平、最新刊死の子の言わずやっちまえ、2024年11月1日全国書店にて発売。 Amazon で絶賛予約受付中。 Thanks so much for coming. Please go home safely. I don't forget to always walk on the wild side.